どうも、整体サロン朝日の藤さんです。本日の動画は股関節の運動をあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。この運動をすることで股関節の動かしやすさの向上、歩きやすさが変わることを体感できると思います。さて、本日は股関節の運動です。使っているようで使っていない関節です。スポーツ選手には股関節のコントロールは必須になります。骨盤をコントロールするのも股関節の動きです。骨盤自体はさほど動きません。股関節でいろいろと骨盤をコントロールしています。壁を使って運動するので、壁の近くで運動をしてください。あなたの股関節はどれくらい機能しているでしょうか。いつも気にしてほしいのは、動かしている部分ではなくて動いていない部分に意識を向けることをしてみてください。この股関節の運動をするためには、どこがどうやって動かないといけないのか、なんでこんなに股関節が辛く感じるのか、いつも念頭に置いてほしいのは土台の安定です。土台が安定しているからこそ、いろいろな部分を動かすことができます。足と手の土台がどれほど安定しているのかを確認していきましょう。さあ、あなたの体はどうなっているでしょうか。結構きついと思いますよ。それではレッツゴー。さあ、行くぞ。はい、始めていきます。まずは振り向きやすさをチェックします。どこが頑張ってるかなっていうのを確認しましょう。あとはですね、足の裏全部ついたまま膝をどこまで倒せるかを確認してみてください。足の裏ついたままですよ。足の裏は離れません。どれぐらい動かせるかなっていうのを確認します。さあ、本日は股関節を強くする運動を紹介していきます。まず四つ這いになって、そこからダウンドッグの姿勢をとります。その状態で壁に足をつけます。股関節の位置よりも足の位置がちょっと高くなるような位置を作って、その状態で手を上げていってみましょう。この状態でどこが頑張んなければいけないのかをまずは考えてみましょう。床と重力の関係性からいくと、左手と左足で体を支えていることになります。なので、そこがどれだけしっかりしているかっていうところがポイントになってくるかなと思います。じゃあ、右手を上げたまま10秒キープしていきましょう。結構きついんですよね。左手がプルプルしてますね。土台っていうものを今一度確認していく必要があるかなと思います。では反対の足もやってみましょう。ダウンドッグをして左足を股関節より高い位置に置きます。その状態で手を何回か動かしていきましょう。壁にある足はただ置いてあるだけみたいなイメージです。なので、右手と右足でしっかりと支えるっていうことをしていかなければ、この運動はうまくできません。もう一度いきます。股関節が固定されてますので、その状態で体をねじるっていうことで、いろんな骨盤の動きだったり股関節の動きだったりが誘導されていきます。結構きついですね。ではまた振り向いてみましょう。振り向きやすさはどう変わるのか、股関節からねじれる感じが出てくるかなと思います。で、最後に両足をついたまま膝を倒していきます。最初より倒せる範囲が広がっていれば、それで OK です。それ以上は別に何も求めていません。そんなのを確認して終了になります。お疲れ様でした。頑張ったね。
はい、運動お疲れ様でした。いやきついですよね。股関節はなかなか開かないですよね。でも股関節にはいろいろな大切なエネルギーが流れていますので、結構大切になるポイントです。スポーツ選手は股関節が自由に動かないのは致命的です。股関節が動かない分、他の関節が頑張らないといけないのは理解できますよね。股関節が動かないから膝がよりねじれたりして膝が痛くなったりしてきます。そんな自分の体を見直すいい機会にしてみてください。この運動を通してこんな変化があったという方はコメントをいただけると非常に嬉しいです。この運動で体の変化を体感できた方は毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの体をより快適にするのにお役立ていただければと思います。今回お送りした股関節の運動はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想はコメント欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。